はい、どうも、大輔ですけれども、ちょっとね、キッチンから失礼してるんですけど、これ、まあ、音声は後取りですね。で、今日なんですけど、ブロッコリーとね、鶏胸肉を使った料理を作りたいと思います。過去何回か作ったんで、すごいお手軽なんでね、まあ、動画で見せたことはないんで、今回ちょっと動画化しました。めちゃくちゃ簡単です。はい、ちょっと早送りでやって、まあちょっと大きめのを残しまして、この大きいやつはね、まあ小さくしていくんですけど、あとまあ茎の部分がちょっと硬いので、切れ目をこうやって入れていったりするんですね。まあこの作業を続けましょう。まあこの切れ目を入れる作業っていうのは、フォロワーさんに教えてもらったんですよね。茹でるときに、はい、中まで熱が通りやすいですよってことで。で、終わったらこれ、はい、皿に入れますね。で、お次は鶏胸肉ですね。割とでかいサイズの買ってきまして、まあちょっとね、皮とかを切って、はい、あとはまあ食べやすいサイズに切っていく作業なんで、まあこれ地味な作業なんで、早送りでバーッといきましょうか。はい、まあこうやってね、細かく切っていくわけですけど、まあ割と面倒かもしれないですけど、これね、こんぐらいの量だったらやっぱ3分ぐらいで終わりますよね。はい。で、これをまあ、ブロッコリーから茹でていきます。はい。で、ブロッコリーを、はい、茹でますね。まあ、だいたい2、3分ですかね、茹でた時間は。はい。蓋しまして、で、まあ、これ沸騰して、まあ、2、3分経った後、まあ、全部取っていくということで。まあ、これ、菜箸で取るのはね、ちょっと時間かかりましたね。ざるにザバッと入れるのが一番いいんですけど、なぜかっていうと、はい、鶏肉、そのまま、そのブロッコリー茹でたお湯の残りで茹でます。はい、これもね、いろいろ、ま、混ぜたりしながら茹でます。鶏肉茹でる時間はだいたいまあ3分、4分ですかね。私の場合ちょっと怖いんで4分ぐらいですね。鶏肉はちょっと怖いんで。はい、で、茹で終わったら、まあ、ざるに開けます。で、まあ、オリーブオイル入れて、で、まず鶏肉から炒めて、で、ブロッコリー入れて、醤油入れて、塩コショウ入れて、まあ、こっからお好みで炒める時間は、はい。まあ、パパーっと炒めて、で、完成ですね。で、食べてみましょう、早速。作りましたよ。鶏胸肉とブロッコリーを。茹でた後、醤油とね、胡椒で炒めました。あとはインスタントのね、ちょっとこれ見えないですかね。コーンスープです。はい。ツイッターに写真あげてます。最近ね、レコーディングダイエットっていうのを始めまして。まあどういうものかっていうと、まあ毎食食べてるものを写真に撮って、で、ツイッターにアップしてるってだけなんですけどね。で、まあ、フォロワーの方からですね、毎朝測ってる体重の写真も一緒にあげたらどうですかって言われまして、あ、そりゃいいっていうことで、はい。最初はね、毎日あげようと正直思ってたんですよ。だけど、そんなに変わんないじゃないですか、一日一日。で、さらに、ツイッターもね、おっさんの体重の、ね、数値をずっと毎日あげるっていうのもね、鬱陶しいなと思う人もいると思ったんですけど、食事と、その後にとって、で、それと一緒にアップしちゃえばいいなと思いましたね。今日から体重も毎日公開してきます。で、体重公開の動画は月1回やるのをまた戻しますかね。はい。まあ、でもツイッター行っていただければ今の私の体重わかりますから。はい。で、まあ、体重を測るタイミングですけど、食べた後、で、トイレ行かずに測りたいと思います。ただこれ食べる前にちょっとね、さっきね、もうどうしてもトイレ行っちゃったんで、今日は割と少なめの体重になるんじゃないですかね。だから日々、毎日減ってくってことはないですね。増減ありつつ、まあ、右肩下がり。株価だとあんまり良くない下がり方。それ体重ではすごいいいですから。それやっていきたいと思います。早速食べてみましょうかね。これね、この量結構ボリュームありますけど、カロリーめっちゃ低いですからね。カロリー計算もしてないです。毎食ね、カロリー計算しようと思ったんですけど、絶対続かないです。はい。コンビニ弁当とかだったら、カロリー書いてるんで計算簡単ですけど、こういうのはね、
いちいち資料を見ながらやんなきゃいけないんで、最初のうちはできるかもしれないですけど、絶対続かないです。もう写真だけ撮ってアップ。これがもうやっぱ続く原因ですよね。うん。で、このブロッコリーは、例の田口くんの会社でやってるやつをね、見るとね、高い。見てください、これ。450g、1300円って。これ多分 300g もないと思うんですけど、だからまあ、この田口くんの会社の値段で言うと700円ぐらいですかね。うん。でもね、今日作ったのはこれ、プラス、こっち、夜用に、もういっぺんに作ったんですけど、これの倍、まあ、だから1対1で分けてますけど、だからこれの倍あるわけですよ。これの倍作って、まあ、これで大体ね、400円ぐらいですよ。あ、そんないかないか。あ、そんないかないです。ブロッコリーまだ一株残ってるんで、300円ぐらいですね。安っ。もういつか田口くんの会社で頼んで食べてみたいですけど。こんな十分味が美味しかったんですよね、この前作ったら。あれ食べてみましょう。醤油とほんと胡椒だけで。はい。まあ作ってる動画、この前にアップしてますけどね。いやー、いただきます。茎ですね。うん、美味しいですね。うん、コーンスープも合うでしょう。で、これ今撮影 しながらなんで、ちょっと早めにパクパク食べちゃってますけど、もうね、ダイエットに一番いいのはゆっくり食べることですね。うん。そして、まあ、さっきドリンクから食べちゃいましたけど、野菜からゆっくり食べる。これが一番いいですね。まあ、健康診断あったんですけど、この前。その時、まあちょっとドカ食いしちゃうんですよって言ったら、まずもう野菜とかカロリー低いやつをゆっくり食べてくださいと言われましたんで、まあどういうことかというと、満腹中枢はすぐにやってこないんで、満腹中枢がやってくるまでにカロリー低いのをとにかく食べておくわけですよ。そうするとカロリー低いのを摂取した状態で、あ、もう腹いっぱいになってきたって脳が思うわけですよ。そしたらもうそこから唐揚げとかガツガツいかないじゃないですか。まあ、そのために、もう食事の前にまず、水をガブ飲みしとくっていう人もいるらしいですね。で、いろんな、情報をね、仕入れて頑張ってますけど、まあ、いつまで続くか。いや、ずっと続けたいんですけど、はい。まだお菓子は、まだお菓子は封を開いておりません。ね。これ食べた後体重測りますけど、減ってたらいいですけどね、1週間か。1週間まだ経ってないですかね。金曜から始めたんでしたっけね。明日で1週間ぐらいですか。まあこれじゃあ食べてから測って、それをツイッターに体重報告アップするんで、楽しみに。で、これをこの動画投稿してる時にはもう見れますから、ツイッター概要欄に貼ってますからね、いつも。そちらに行ってみてください。それではいただきます。さよなら。